実験が行われた病院の一つ、セントエリザベス病院ワシントン DC ローゼン班ン。実験は心理学者のデイビッドローゼン班ンによって行われた精神障害の診断の有効性についての実験であり、1973年雑誌サイエンスに狂気の場所の正規の存在の題名で掲載。この実験は精神障害の診断について重要な研究とみなされている。 精神科医が正常な人と精神障害を持つ人を見分けられないという実験である。この実験は2部で構成される。精神障害の診断を受けていない。疑似患者は現状があるふりをしてアメリカ合衆国内5州に位置する12の精神病院の入院許可を得る。全疑似患者は精神障害があると診断される。入院時疑似患者は 現状はなくなったと病院に伝える。全疑似患者は病院によって精神障害があることを認めること、抗精神病薬の服用を条件に退院許可を出す。疑似患者の平均入院期間は19日間であった。これに反応した医療機関は老前藩が送り込む。疑似患者を特定すると伝える。老前藩はこの提案に同意した。医療機関は 新しい患者193名のうち41名を疑似患者の可能性があり、精神科医1名と職員1名により19名を疑似患者と疑いをかけた。しかしながら、老前半は一人も疑似患者を送り込んでいなかった。この調査研究によって、精神病院施設内において、正気と狂気を区別することは不可能であること、そして精神病院内において、 人間のラベリング及び人間性を損なう危険性が存在することを結論とした。この研究は精神障害の診断名をつけるより特定の問題について地域の精神衛生施設で対応すること、精神医学従事者の社会心理学の学習を解決案として提案した。同時に疑似科学であるとの批判、評価を受けている。ありがとうございます。